いずれその豚進化すすす。るるんんんんでででしょううね飛べるようになっていくるんだと思うんですけどもこんにちは、今ですいつも英語英会話一日一言をご覧いただきありがとうございます。えー、今から英語表現2回言うので何と言っているかそしてどういう意味か当ててください。ただし今回は会話形式です。Okay? じゃあ行きましょう。まず A さんですね。A さんの振りですね。Can I kiss you?Yeah, sure. When pigs fly. もう一回行きましょう。Can I kiss you?Yeah, sure, when pigs fly. 何と言ってるでしょうかそしてどういう意味でしょうか ?2 秒考えてください。o、okay, k では答えです。答えは、Can I kiss you? キスしてもいいですかそして、Yeah, sure, when pigs fly。いいよ、もちろん。豚が飛んだらね。 豚が木に登ったらね。っていう感じです。OK?、まあ、キモいですね。こういうキモい人が来たら、あのー、こう、普通に返しちゃうとダメなんですね。だからこう、キモい感じでこらえたら、うまくよけるのがやはりいいですね。o k ケー。そう n I k i まあ、いいすね。わかりません。キスでもいいですかいや、yeah, sure. ああ、もちろん。もちろんいいですよ。When pigs fly。豚が飛べるようになったらねっていう感じですね。 わけでは豚があのこう進化を遂げてですねどんどんこう陸もなくなっていって本当にもう陸がちょこちょこあるような状態になってエサもとかちょくちょくあるから1個のこういう島か場所かで餌がなくなれば違うところに飛ぶんでいかなきゃいけないからまあいずれその豚は進化するんでしょうね飛べるようになっていくんだと思うんですけどもまあそうなったらいいよっていう意味ですねでも一生ダメっていうことです。日本人の方がこう 育ってきた感じで言うと、あの近い表現が豚が木に登ったらねって感じですかね。豚もおだってりゃ木に登るでしたっけ、猿でしたっけ。豚かな、まあそんな感じですね。あい豚がう豚呼木にっていいよみたいな感じです。オーケーなので、えっ、ー、と、なのでってわけじゃないんですけどね、まあ。とりあえず覚えておいてもらって。使ってみてください。まあ、なん、あの別にけ、けすいじゃなくてもいいですよ。キモいことじゃなくても、何か言われて。 車貸して、いや、sure, yeah, when pigs fly。お金貸して、can I borrow money? yeah, sure, when pigs fly。って言ってこう、うまく避ける、避けるようにしていきましょう。Okay? まあ、お金貸してくれとか言う人はね、あの、危ない方がいいですね、もう。危ない。危ないですね。あと、こう、怖いですね。はい、OK。まあいいや。ちょっとあの、また言うと炎上、またっていうか炎上しちゃう可能性もあるんですけ控えておきましょうね。OK。 じゃあ一緒に発音練習行きましょう。う Can I kiss? 言わないから、まあ、逆に言う練習して出ちゃったらちょっとまずいんでやめときましょう。OK? あの、キモい人判定になっちゃうからね。OK? じゃあ Yeah, sure when pigs fly 行きましょう。これさっき僕ちょっと高い声で言ったから聞き取りづらかったと思うんですけど、別にあの、聞き取れないとなんとかとかじゃないんで気にしないでください。OK? じゃあ行きましょう。Yeah, sure.Yeah.Yeah, sure.when pigs fly. Okay、もうちょっとつなぎましょう。when pigs, when pigs fly, pigs fly.ok、okay? この漢字わかりますかね、えー、言うなればバームロールですね。バームロール。どんどんこう回ってますね、バームロールね。ぐーんってなってますね。そういう感じでいきましょう。あの後半だけいきましょう。when pigs fly, when pigs fly. OK じゃあつなげていきましょう。Yeah sure when pigs fly.Yeah sure when pigs fly.Yeah sure when pigs fly. いいんじゃないですか ?OK! That's good!OK!、Okay. 今日手をよくたたきますね。響くからだな。なんかテンション上がってくるのが響く感じで。OK! まあいいでしょう。OK! じゃあ、えー、しっかり発音練習して、えー、なんかわかんないけど、単語をたすくっつける練習というか、くっつける漢字を体に染み込ませて覚えておくというか、えー、定着させましょう。o k a Alright, so thank you very much and see you tomorrow. t i l l then, take care guys, bye.